皮を剥くとプルンと姿を表すみずみずしい白い果肉。安芸市のメリーガーデンを直営する岡宗農園では、およそ40アールで500本ほどのライチをハウス栽培していて、今日は農園のスタッフがたわわに実った果実を慣れた手つきで一つ一つもぎ取ってカゴに入れ収穫していました。今年は温度管理がうまくいき、例年より早く今月4日から収穫が始まり、収穫量も例年より多いということで、今年は例年のおよそ4トンを上回りそうです。農園によりますと、国内で流通するライチは 95% 以上が海外からの輸入品で、国産は珍しいということです。採れたての国産ライチ、気になるお味は？それでは国産のライチいただきたいと思います。お、プリッとした食感でみずみずしく、これからの季節にぴったりです。国産ライチは甘みと酸味のバランスがよく、爽やかでみずみずしい口当たりが特徴的です。生ならではの、甘みと爽やかな酸味、このバランスが、なかなか外国産のライチとは、違う部分だと思いますので、そういうところを楽しんでいただいて、生のライチってこんな味なんだというふうに驚いていただけたら嬉しいです。安芸市の岡宗農園のライチは7月10日まで収穫が続く見込みで、農園のほかオンラインでも購入できます。